こんにちは。皆様新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年多分一発目の動画になりますが、はい、なんと半袖っていう、いややっぱこうめでたい色で来ましたよ。あ、紅白な感じ、紅白な感じでというわけで、はい、2024年瀬戸松コンビ健在ということで、はい、これからもね瀬戸でゴルフ盛り上がっていこうっていうそのタイミングで、はい、実は今日、はい、重大発表がございまして、おっ、春ゴルフに新メンバーが誕生します。それをね、はい、瀬戸松コンビのまっちゃんにまずは第一に報告しなきゃいけないと思って、はい、いやいや嬉しいですよ。ワッフォーさんより僕の先ですもんね。そうです、そうです。同じね、158センチコンビに、まあ、コンビですから僕、コンビですから我々は、はい、はい、そこにちょっと新メンバー呼んでいきたいと思います。おいで、明けましておめでとうございます。どうも、緊張が声の方にね出ちゃってるから、いやこれめちゃくちゃ緊張しますよ。嬉しい感じなんですが、春ゴルフの新メンバーにさくらちゃん来ていただきました。さくらです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さくらちゃんが、ね、何者なんだっていうのは今日我々ラウンド中にいろいろ皆さんの質問もぶつけていきたいと思うんですけど、はい、私もねゴルフ女子、ゴルフ YouTube をしても2年ぐらいなんですけど、はい、ちょっと次世代のゴルフ女子とゴルフタレント一緒にこう盛り上げていける子を探したいなと思ってずっと探してて、はい、今回ちょっとご縁と出会いがありまして、ゆう入っちゃいなよみたいなそんな流れで大丈夫ですか。いやちょっとあれ言いたいことにいろいろ一緒に盛り上げられそうだなっていうことで、はい、ちょっとしてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなね、すごい今緊張が難しい感じマックスなんですけど、ゴルフ自体は実はすごく歴が長いんだよね。そうですね、高校までやってました、ゴルフ。おちょっとライバル的なところありますね、はい、ここと、いや違います、ここここここ、いやここはもう妹分ですよ、はい、なんならこう私はさくらちゃんをプロデュースこれからできたらいいなっていうふうに思ってるんで、はい、実はね女子プロを目指していた時期がそうです。あと、はい、女子プロを目指してた時期もありました。はい、聞きたいこと山々なので、一旦ティーショット行きたいと思います。はい。はい、ということで、本日も太平洋クラブのコースにお邪魔しております、はい。よろしくお願いします。はい、これ今年占いますね。そうですね、今年の運勢がここでチーピンとか出たらちょっとね、やめてくださいチーピンとか言えない、誘っちゃったらサソリとか ならないようにでもそれもそれで面白いですよね、はい、今日は白 T からみんなでね仲良くなりたいと思います。僕も白 T から、はい、おーおーやばいやばいやばい、あ、まあギリギリあるかどうかぐらいですね。ギリギリあるかどうかですね。2024年大丈夫そうですか。ギリの池かもしんねえ。瀬戸さんはどうなんですか、ゴルフやってるんですか。最近やってはいるんですけど、はい、70代出る気配なくなっちゃいましたまあまあ冬ですから。そうですよね、これ新年一発目大事ですよ。本気っすもう本気でした。お願いします。いや初めて大事ですから、チャンネルのまあ雲行き怪しい。フェアウェイスお願いします。156くらい飛びました。さあ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 締めてくださいきちっと。これも動画出るのは本当に初めてですもんね。本当の初です。じゃあ動画初、はい、今年初。初。なんとね、東北福祉高校。ちょっとさ、プレッシャーかけすぎですって。お願いします。お願いします。お願いします。うん、ナイスショー。よいしょ。フェードでセンター行きました。完璧。完璧です。このプレッシャーですごいナイスショットです。いやすごいですよ。いい流れでしかない。このプレッシャーであんないい顔してるんですね。OK。
緊張した？緊張しました。いやこれ緊張しなかったら逆にメンタル強すぎますよ。強すぎる。いやでもすごいナイスショットでしたね。ありがとうございます。ゴルフの歴で言うと何歳からなるんだっけ？遊びでやってた時期が小学校で、うん、中学校からのカウントになると、うん、6年、7年くらいですね。かなりですね。でもまあ今もう4年ブランクあるので、うん、ちなみにその時のベストスコアいくつだったんですか？72パープレーくらいだったと思います。すごいですね。何歳の時に達成したのそれ？高校2年生とかですかね、多分。高2でパワープレー達成した。いやでもやっぱりこう高校生で部活入られてたわけじゃないですか。まあ、多分一番打ち込む時期だと思うんですよ。そうですよね。だからその時に、まあそこまでしっかり行ききれたことですよね。はい、頑張りました。周りはもうみんな上手い子ばっかだったんですけど。20ヤードは瀬戸さん置いてかれてますね。ここは特に。ここはまあ右だけ気をつければ大丈夫です。はい、うん、よいしょ。ティーショットこれで打てばよかったです。いやナイスショットです。はい、完璧です。いやでもさくらちゃんに出会ったのは今年の夏に、はい、アーバンサファイさんのコンペに行った時に、はい、ご縁があって知り合って、で実は瀬戸春ゴルフの YouTube 撮影もちょっと裏方で、ね、一周手伝ってもらったりしたんですよ。はい、でその時になんて気さくでいい子なんだって思ってでいろいろ聞いてたらゴルフも実はすごくやってて、でなんとちょっとね家もめちゃくちゃ近所だったっていう共通点がすごいですね。徒歩圏内リアルに徒歩とかチャリで来たみたいな距離本当に1メーターぐらいそうだったんで、なんかそこからいろいろ話してたら、あなんか一緒にこれからやってったら絶対楽しくなりそうだなっていうことで今日です。さあそんなさくらちゃんの2打目。いやこれ2打目も緊張しますね。これは狙える距離、これはまあ距離的には100ピンまで言うともう上り言うと200近くあるんですけど、どうですか、届かなそうですか？届かないと思うんですけど頑張ります。よし、よろしくお願いします。おー、めっちゃいい球。いけ、おー、でもいいところも、いいところまで行きましたよ。いやこれはチャンネルのゴルフのレベルが爆上がりしそうで非常に嬉しいです。いやすごい、この緊張感で、すごい。私ね、まっちゃんのボールあんのかな。確かに。いや僕もまっちゃんの初打ち大丈夫かなみたいな。なんか頼む、あってくれ、頼む、あってくれ。黄色いボールあったありましたよ、見てください。ここにありました。1メートル。いや危なかったです。危ない危ない。じゃあちょっと僕打ってきますよ、はい、もうちょっと走って、ね、走っていきます。おめでたい、紅白で来てくれるとは思いませんでした。ちょっと寒いです。ですよね。はい、小学校の時とかさ、クラスにいなかった、あの一年中半袖、はい、短パンで来る男の子、うん、あ僕です。ちょっとそのタイプ。そのタイプです。なんかわかんないですけど、うん、一回それを着ると、うん、それを着なきゃいけないっていう子供ながらのプレッシャーありましたね。長袖を僕は着てはいけないんだと思って。なんか長袖着るんだみたいな思われそうな気がする。じゃあセカンド、だいたい120-130ぐらいで、はい、ちょっとこのスレスレぐらいを。あ、なるほど。はい、行きたいと思います。結構枝とかいっぱいある感じですね。うまい、うん、で乗ったか左かぐらいですかね、うん、ナイスです。枝いっぱいありましたけど、はい、あ、ありがとうございます。ナイスオンです。幸先いいですね。いや、そうですね。そうですね、2打目は幸先。どうだ、あ、ちょっとこぼれましたね。ややハーフトップ気味。はい、でも全然ピン奥で大丈夫そうですかね。大丈夫だと思います。はい、さあ、さくらちゃんの3打目近くまで来てます。それは何番ですか？10番です。10番、ピッチングってことですね。うまい、うまい。おー、ナイスです。ナイスです。うまい、ナイスオン。 あ
ですか私。大丈夫、瀬戸さんですか、はい、次。グリーン出ちゃったかな。グリーン出ちゃいましたね。あ、カラーぐらいのところですね。まっちゃん、ナイスオン。あの、おはようございます。斜面から。あの、もう池ギリギリから乗りました。なんとか、なんとか乗せられてよかったです。見えてなかったですよね。見えてないですけど、さすがに僕ぐらい成田コースにいると、見えてないようで見えてるみたいな感じです。もう感じてる。感じてよ。グリーン感じてる。もうなんとなく肌感覚でこの辺かなみたいな。はい。これはパターでいいですかね。これはもう絶対パターです。結構フックしますか。下り、まあ、上って下ってってのフックで、まあ、最後ちょっとやっぱ垂れるんで、はい、少し大きめに読んどいても大丈夫です。うまい。お、うまい。入れ入れ、惜しい。惜しい。おー、ナイスです。先に失礼していいですか。はい、いいかもしれない。ナイスです。もう僕たちのライン踏みまくりです。ごめんなさい。ガンガン、なんかどこだろうと思って。じゃあ僕ですね。はい、ワディマット。はい。新春パーならず。パーならず。はい。これスライス。スライスライン。はい。7m、6mぐらい。はい。ちょっとバーディー見たしな。バーディー行きたいと思います。待ってください、まっちゃん。まっちゃん、紛れまくる。まっちゃん、まっちゃん。まほさんいないから、ちょっと調子上がってきちゃったね。匂いできますね。そんな笑うと怒られますよ、まほさんに。初登場なんで。あの、ここだけ切り取って LINE で送ってきます。まほさんいないと、のびのびだなって。いや、なんか、気持ちよく出ましたね。まほさんいないから。はい。じゃあ、パッといきますか。さくらちゃん。初パー決めてください。あんまり曲がんないと思いますよ。なるほど、はい、ワンカップ左見てもワンカップぐらいかなっていう感じだと思います。パターの冷静なのね。さくらちゃんのクラブとかもいつかねちょっとご紹介したいなと思いますが、しっかりやった。ナイストライ、ナイストライ。大丈夫、大丈夫、落ち着いて。はい。来い。うわー、ナイス。行かないで。行かないで。それね、私とマッチャも同じぐらい今行かないでと思ってましたよ。ここまで順調に来たのに。意外にこのシーンとした感じがね、緊張するよね。オッケーです。まさかのまさかの4パットっていう。オッケーです、オッケーです。というわけでパターン苦手なんですか。グリーン周りで洗礼を受けるっていう。洗礼受けまくってる。いや、なんかでも良かったです。なんかこう完璧すぎても今後怖いなっていうのもあったじゃないですか。これちょっと弱点があった方がまだ良かったと思う。なんか YouTube とか大体みんながやっぱ緊張してあ当たんないとか通るんですけど、それをこう一切通らず余裕ですけど何かして何が大変なんですかぐらいの感じじゃなくて良かったです。ちょっともう一ホール行きましょうか。今日初めましてで、初めましてですね。そうですが、はい、瀬戸春さんとは長いんですか。初めてお会いしたのが、うん、ゴルフフェアの時だったんですよね。でその時実は僕お会いしてたのに、またじゃあ撮影お願いしますって言って、この成田コースで撮影しました、初めましてって言ったんですよ。瀬戸さんがカウントされてなかった。カウントされてなくて、ワッコーさんとしかきちんとお話ししてなくて、
で、はじめましてって言ったら、はじめましてじゃないんですよって言われて、ああ、実は会ってた。それを込みにしないと1年半くらいですよね。そうですね。で特にこう最近はこう一緒にやっぱ動画を撮る回数もやっぱ増えて、うん、本当にこの1年半で急にこう1年ぐらいか、1年ぐらいでこう急接近したっていう感じですね。瀬戸松コンビっていうものが結成されたっていう。まあ結成されてまだ2ヶ月ぐらいですね。そうですね。浅かった。はい。なんてお呼びしたらいいですか。結構瀬戸春さんって呼んでたんですけど、私は逆に今日機にさくらって呼びたいなって思う。ぜひ呼んでください。なんかこれからずっと一緒にいるからさくらちゃんよりかもさくらって呼んでこって、はい、瀬戸と松本で呼んでる。僕はもうまっちゃんで、まっちゃんもうなってきてるんで、結構まっちゃん3はもういらないですね。まっちゃんで大丈夫です。まっちゃんちゃんとかやんなかった。まっちゃんまっちゃんと瀬戸ちゃんでいいんじゃない。瀬戸ちゃんで、あでも逆にまっちゃんって私のこと瀬戸さんって呼びません？呼びます。だって僕は瀬戸さんより年が下なんで先輩ですよ。うん、兄弟子、兄弟子。瀬戸ちゃんでいい。瀬戸ちゃん、瀬戸ちゃん大丈夫ですか？後で裏で鍵やかで打ちるんでしないしない。僕は逆に何と呼びしたらいいですか？僕はもうさくらで。さくらでいいんですね。さくらで。さくらで、じゃあさくらでいきます。さくらで、さくらで、さくらでよろしくお願いします。お願いします。覚えてください。さあ、じゃあ松本新春パー3 2連続バーディーでお願いします。わかりました。146、8万円で、はい、いきます。はい。お、ちょっと噛んだ、やばい、行こう。お、あー新春初髪。初髪間違えた。初髪、初髪、初髪しちゃいました。メスします。はい、まっちゃん、ちなみに今番手、はい、2つで悩んでるんですけど、ちょっと大きめの方がいいですかね。今風がフォローじゃないですか、うん、はい、ただ結構フルショット強一の距離よりかは145の5を打つクラブで、はい、フォローに乗っていけば、まあ、少し奥に乗るかなと思うんですけど、逆に奥に打ちすぎると、はい、グリーンのセンターより先にボールが行くじゃないですか、はい、下りの十何メーター打つよりは少し悩んでるんだとしたら、右手前のエリアに置いてパターアプローチしてパーの方が取りやすいんじゃないかなと思います。じゃあ6ユにします。6ユにします。乗った乗った乗った、近づいてる。なんなら寄ってる。ナイス、完璧。やった。あでも短いくらいでしっかり振っててよかったですね。そうですね、番手は効いてよかったです。1個大きいのでバンカーが絶対超えなきゃなと思ったんですけど、はい、フォローの風に乗っていけました。いや、ナイスショットです。ありがとうございます。バーディー来ますよ。来るぞ、初バーディー。初バーディー、ちゃんと取ってくださいね。バンカーですね。今年初バンカー。今年初バンカー。間違いない。でもバンカーショットも見たいんで。そうですね。なんかこう逆にまんべんなく今いけてる感じじゃないですか。いいも見せるし。そうそう。フォーパッド可愛いとこ見せちゃうし。ただバンカーえぐいの見せてくれるかもしれない。まだ一ホールちょっとしか回ってないじゃないですか。はい。なんかすごい楽しいなって思います。楽しいです。瀬戸さんはこうでも一緒にこうゴルフできる、まあ言ったら仲間が一人増えた感じじゃないですか、うん、そうですね。だそれはもういいですよね。しかもこうゴルフも、うんうん、まあ上手ですし、そう、まあ、瀬戸さん結構こうライバル視するタイプというか一番のライバルですね。僕がですか。でもまっちゃんも和光さんとこうずっと二人で二人三脚で、はい、切磋琢磨されてるじゃないですか、はい、まあ、いずれ私さくらもそうなったらいいなってチームでね思ってるんで。いやもう そこのバチバチはでもちょっと怖い。バチバチしてないって。バチバチしてないですね。なんかそっちに持っていきたくなるんですよね。バチバチに持っていきたくなってるから。
えば先ほど、まあ、昨夜でいいよってこう、はい、言っていただきましたけど、ちなみになんですよ、年っておいくつなんですか？大先輩かもしれない大先輩かもしれないじゃないですか。ぶっちゃけ何歳ぐらいに、ね、いやそのやめてくださいなんかちょっとのなんかキャバ嬢のりみたいな、なんかそのやめてくださいよいくつに見えますか？これ難しいですね。意外と当てられたことなくて、こう喋ってると僕より多分年下なんだろうなっていう感じがあるので、僕今20ちなみに7なんですよ。あ、はい、一つ下の26。正解は22です。22これどう今どう思いました？26って言われて、これまずい、これ僕荒れますよ。まっちゃん、あの和歌松チームの皆様、まっちゃんどう思いますこれこれやっちゃいました、ね、やっちゃいました新年初やらかし22なんですね。でもまあ確かに、今日はねムータの可愛いワンピースとか着て、で前髪もこう上げてるスタイルでかっこいい大人っぽく見えるっていうのは分かります。やっぱそういうスタイルですか？はい、そう、だからそっち、やっぱそっち寄りに今日はコーディネートしてきたんですね。そうです、大人っぽく見えるのは嬉しいです。ああ、ありがとうございます。よかったです、よかったですもうあの共演 NG だっちゃった新年初 NG が一発目でなんかバンカーショットになりますね。はい、まあ、15ヤードぐらいですかね、はい、ちょっと顎は高く見えますが、でもこれ左足上がりなんで、うんうん、卵上がりはあんまり気にしてないかなと思います。58で、はい、58度。うまっ、ナイスです、ナイスアウト、ありがとうございます。なんか入るまで歩くらいのところのライン出てましたね。出てました、チームセットハル、なぜかバンカー苦手っていう。バンカー苦手なんですか？そこまで共通点があったとは。まあでも、そう言っといて、ここでバシッと寄せるなんてことないですよね。初めてなんで、まっちゃんの内側につけるなんかもう最近すごい苦手で、多く取りすぎたり、薄すぎたりみたいなことがあって。あ、そうなんですか、はい、じゃあ、まあちょっとライン難しいですけど、とにかくクラブはちなみに58度ですね。58ですね。はい、お願いします。ナイスアウト、出た。でもナイスアウトです。ありがとうございます。あ、今みたいな感じですか？そうなんです、深く取りすぎてしまったりして。そういうことですか、はい、なるほど。まあなんとなく原因がこう分かるというか、深く取りすぎてるというか、はい、インパクトが弱いというか、あ、そのダフるのを前提で打ててないように見えましたね。ちょっと女子のこう華奢な感じっていうことですか？まあ、なんていうんですかね、まあ、ちょっと後でまた、うん、なんか動画で、はい、ちょっと途中の動画でまたやってもいいかもしれないですね。お願いします。はい、ちょっと上りのスライスですね。いいぞ、いけいけいけ、あー、惜しい、ナイストライ、ナイストライス、ありがとうございます。ちょっとあの、私の初バーディーパット、皆さんでラインを読んでくださいこれはちょっとチームセットハルの今年1年に関係してくるんで、先輩のライン読まないといけないですよね。そうです、そうです。あの、下りチョイスラですよ。カップ外しますか？実はこれカップ外さなかったらちょっとかなり強く打たないといけないと思います。じゃこれ通ったらやりすぎ？いや、そんなことないですよ。そんなことない。うわー、惜しい。うわー、見てもらー。そうですね、ちょっと左通って5、60センチオーバーだったんで、はい、ちょっと1本違いましたね。そうですね、ちょっとやりすぎちゃったかな、強かったのかな。じゃあ、さくら行きますか。はい、お、さくら、さくら挽回。なんか今ちょっと緊張したっす僕がチャンネルとかで、はい、こう呼び捨てにすることってないと思うんですよ。そうですね、だからなんか今初です、ね、YouTube やってきて初めて、私も緊張してきた。ちょっとフックですね。
ナイスボギー。ナイスボギー。ナイスです。これはカップ右縁。右縁ですね。カップ外すとちょっと難しいかもしれないですね。右縁しっかり打てばもう問題ないと思います。お預けですね。いやー、惜しかった。OK です。OK です。はい。悔しい。これ本当に悔しいやつです。悔しいやつですね。パパッと。はい、お願いします。来た。おお。ナイスパー。ありがとうございます。初パー。はい。一回転しましたね。よかったです。バーディーパー、ナイスです、はい。バンカーからナイスボギー。ありがとうございます。ナイスボギーですね。ナイスボギーですよ。さくらのゴルフの先生って誰の？私はずっと父親に習ってました。小学校から。パパ。パパ。パパは何者ですか、ちなみに。は、ティーチングプロです。ティーチングプロ？今は、はい。あ、そうなんですね。もともとなんか、試合とかも出てたんです。大先輩じゃない。大先輩。やっぱ呼び捨て大丈夫ですか。後で教会からくれる。それよりもやっぱ年間違えた時のダメージ大きいですよ。より今ので大きくなりました。ちょっとこの先マッチは大丈夫かな。かなり不安になってきましたね。なんか発言するたびにビクビクしてた。ホール終わりましたが、次は？次は対決、まあ、僕たちのチャンネルで、うん、まあ、僕あの対決やりますか。やりましょう。はい、まあ、僕が黒から回って、はい、お二人白から。白赤の方がいいですか。今日は頑張ります。頑張ろう。はい、頑張ります。白からいきます。じゃあ対決、僕たちのチャンネルじゃあ対決しましょう。はいはい、はい、じゃあぜひそちらも見てください。ワッホ抹茶の方に移動します。はい、新年早々大移動です。